おはようございます。今日は宮崎市内に牛角食べ放題専門店がオープンするので一番乗りを狙ってます。一番乗りシリーズ春菜庵バンクの提供です。宮崎市高松町330坂本ブライドの2階でございます。イアンバンク、あ、来た、1個来た、いいな、イアンバンク。来ました。こちらが今日オープンの牛角食べ放題専門店宮崎新別府店です。もともと先元ベーカリーカフェがあった場所ですね。このイオンモール宮崎の真ん前にあります。こちらの牛角食べ放題専門店の横には焼肉バイキングスタミナ太郎があって、隣には焼肉鍋島、さらに横にはビュリックステーキハウス、さらに横には焼肉キングもあります。わずか400メーターぐらいの間に焼肉屋さんが5軒も並ぶ焼肉激戦区焼肉ストリートの誕生です。まもなくオープンです。並んでるのは僕だけですが、車の中に数人が待機しています。いらっしゃいませ。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？どうぞ。一人です。あ、大丈夫です。はい、ちょっと発見機で、あ、先に、あ、はい、お願いいたします。受付、はい、はい、いらっしゃいませ。牛の食べ放題、3種類とランチ限定の食べ放題が2種類、ランチ限定の定食メニューが4種類ご用意しております。通常の焼肉食べ放題がこの3種類、ランチ限定の食べ放題がこの2種類、食べ放題専門店ですがランチ限定で食べ放題じゃない普通の定食もあります。この食べ放題ランチ19パーコース行きましょう。ドリンク&パフェバー付きです。食べ放題コースにはこちらドリンクバーでドリンク飲み放題、そしてスープバーでスープも飲み放題、こちらのパフェバーにあるソフトクリームも飲み放題よれい。ランチ19パーコースで食べれるメニューはこちらです。はい、肉、はい、野菜、サイドメニュー、ご飯、うどん、ラーメン、以上です。さあ、お肉来ました。100分間食べ放題です。ラストオーダーは20分前まで。では、ガンガン行きましょう。この長くてハサミで切るタイプの肉は焼く前にハサミで切るのか焼いてからハサミで切るのかいつも悩みます。今日は焼く前に切りました。おいしい。2000円の元を取るため暴飲暴食、どんどん食べてどんどん発注します。ありがとうございます。しかし前半から勢いよく食べ過ぎてしまい、残り時間まだ50分もあるのに
白目になりました。ギブアップ、カン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 。しかしデザートは別腹。ここのソフトクリームはトッピングがすごく充実しててテンションアップ。笑うと負けよ、アップ。ということで時折コーヒーを飲みながら僕が作った特製のフルーツパフェを3杯もおかわりさせていただきました。焼肉食べ放題、ドリンク飲み放題、パフェ食べ放題で太り放題。